にちは、いっちーです。なるです。久々のゲストが来ております。猫のピンピです。ピンピ、久しぶり。ピンピ、久しぶり。というわけで、今回久しぶりに前紹介して大人気だった猫のピンピに来てもらいました。ピンピのこと知らないって方はこちらの動画から見てください。連れてきてっていう声に応えて連れてきてくれました、元気だった？なんか一年ハウスにも慣れてきたんじゃない？ね、結構ね、ご飯もりもり食べてるね、今日はね、カリカリ食べてんの。そうそうそう、モンプチ。久々に来た猫のピッピにちょっとおもてなしをしようと思って、ピッピが気に入ってくれそうな猫のおもちゃを買ってきました。え、聞いてないよみたいな。まず用意したのがこちらです。袖猫。袖猫かわいい。パッケージの写真がもうすでに、なんかさ、猫って隙間とか狭いところに入るっていう習性があるよね。なんか猫道とかもよく言うじゃん、うちのピッピもすごい狭いとこ大好きで、すぐねソファーの後ろとか狭いとこに入るの、だからきっとこれ好きなんじゃないかと思って、そして袖に入ってるピッピが見てみたい。見てみたい。ということで開けていくね。ピッピの色に合わせて茶色にしました。なんか大きい口から入って、小さい袖から出てくる。よし、こんなから入ってみない？どう気に入らない？どうね、ピッピ。じゃあピッピにこのトンネルの中通ってみてもらおう。よし、猫が大好きと言われてる袖です。ここです。ピッピ先生、向こう見えますか？ピッピトンネル。ピッピトンネル、レッツゴー。猫ちゃんなんですね。ちょっとあんまりお気に召さないのかな。そっか、なんかもうちょっとここでさ、出口のところでピッて止まってほしかったんだけどね。ちょっと違ったのかな。でももう一つとっておきのやつを持ってきたんで、もう次が本命だから。続いてご用意いたしましたのは、ピッピ、こちらです。超巨大などら焼きです。ピッピが見えないぐらい。もうピッピ、これどう？いいと思う。でも、狭いとこに入れるっていう条件は満たしてる。いいよね。ピッピ、僕の口に入るんだ。ピッピ、待ってるよ。待ってるって、どら焼き星人が。ピッピ、あ、今日娘、入った。入りました。ピッピさん、そこどうです？落ち着く？なんか、すごいすんなり入ってったよね。ねえ、自分から入ってった。落ち着くかな、ね、いいね、そこ落ち着くね。しかも広々使えてるね、ほら奥まで。いいね、結構大きかったもんね、それね。よかった。いや、最初はね、ほんとどうなるかと思ったんだけど、これはすごく気に入ってくれたみたい。やっぱ暗闇とか好きなんだね。えやだ、こういう和菓子みたいになってるよ。かわいい。かわいい。このね、ふかふかの素材すごい気持ちいいよね。外側もね、すごい気持ちいいんだよね。なんかどんな感じ？なんかね、ふかふかしてる。あ、クッションが一つついてるんだ。へえ。そう。そこにいるの。茶色いクッションが中にね、もう一つあって。本当だ、座布団みたいな。そうそう、その上にピッピがいる感じ。え、すごい優雅じゃん。ピッピのお家できたね。ピッピの秘密基地じゃん。あ、先生と同じだ。オッケー。全然出てこなくなっちゃったもん。ピッピ出てきた、遊ぼうよ。まだそこに行きたいの？お気に入りだね。ピッピいつまでそこにいるの？うちのあれは遊びたい。モンプチあるよ。モンプチあるよ。ピッピさん、撮影中なんですけど。ピッピさん、猫をダメにするどら焼きかもしれない。そうかもしれない。
ピッピ気に入りすぎでしょ。よかった、どら焼き。すっごい可愛い、ね、眠そうだし。寝ていいんだよピッピ、ここはピッピの秘密基地だから。って言ったら寝ている。いやもうピッピさ、本当に視聴者さんに大人気だから喜ぶんじゃない、ピッピが映ったら動画に。聞いてない、ピッピ絶対聞いてないよ。こういう SNS とかで話題になってくれ見たかったんだけどね。でもまあ全然もうドラ焼きで十分ですよもう。いや今日はとんでもなく癒し動画だもんね、うん、しかもさ、ピッピにこんな素敵なお家ができたら、うん、うちのハウスにももっと来たくなるんじゃない、うん、そうかも。またいつでも待ってるからね。ということでまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。みんなはもうチャンネル登録してくれた？まだの方はこちらをクリック。高評価、コメントも待ってるよ。そしておすすめ動画も見てねー。